皆さんこんばんは、ネイル .com です。ダイソーでこんな商品を見つけました、こちらネイルファイルとジェルネイルオフホイルというものになっております。こちらの商品は結構前から100円ショップで見ることができていた商品だと思います。こちらですね、私初めて見つけたんですけれども、ジェルネイルを多くするためのコットンがもうここにくっついているという商品になっております。ちなみにですね、私のこっちの手まだついてるんですよね、矢野ちゃんネイルが。本当は100円ショップでジェルリムーバーも売っているみたいで、正直この2つを見つけた後もずっと探してたんですけど、私の家の近くのねダイソーにはちょっとジェルリムーバーは売ってなかったので、以前紹介した色ジェルさんが出している走行フリムーバー、今日はこの3つを使ってジェルネイルを落としていきたいと思います。はい、それではですねやっていきたいと思います。でもちょっと100円ショップのものだったりこうプチプラ系が多いので、ちょっとねタイムを測りながら完全にオフができるまでの時間をね測っていきたいと思います。まずはちょっと先に開けちゃおうかな。こちらの爪ヤスリなんですけれども、こちらはね粗めと細かいので各1本ずつ入ってるということで、まあ、これを購入しました。これはね形を整えたりとか爪先の凸凹を滑らかにしたりとかっていう風に使うみたいで、基本的にね爪の先端に使うためのものしかちょっと売ってなかったんですけど、明らかにエメリーボードとしては厚みがすごくある。触ってみた感じだと、まあ、こっちが細かい方ですね、こっちが粗い方なんですけど、粗い方も180グリッドないかなっていうような粗さですね。すごい多分細かく削れるタイプだと思うので、ちょっとね削りにかなり時間が取られそうですね。で、こちらの商品もちょっと開けてみたいと思います。ちょうどね10枚入りなので、あのネイルサロンでネイルしてて自分で落とす時なんかねすごくちょうどいいなというふうに思います。コットンが大きい、もうここの下の部分がちゃんと折られてるタイプですね。折ってしかもくっついてる感じですね。でまあここにコットンを染み込ませて、まあ、こうしてこうして、ではですねこちらでタイムを測りながらやっていきます。ではいきます、スタート。まずはねちょっと軽くエタノールで手指消毒をしてから始めます。でこっちが粗め、こっちが細かい方なので、細かい方は一番最後に使います。こっち側でまずは爪の表面を削っていきます。全然削れない。使っているジェルネイルの種類などにもよって変わってくるとは思うんですけれども、私はちょっとなるべくアセトンにつけてる時間を短くしたいので、この削る工程でかなり頑張ってジェルを薄くします。でこのね連続してファイルを当てている時摩擦熱がかなり起きやすくなるので、ファイルはあまり動かさずに、手もねちょっと触れるぐらいでも全然削れるので、それで削ってた方がいいと思います。やばい、二の腕がプルプルしちゃう。ファイル自体の目がかなり細かいので、こう削ってっても全然シールにね到達するまでにかなり時間が、やばい目が詰まってきちゃった気がする。もうこんなもんかな。で、私はね今回2本のネイルのオフをするので、ちょっとねこの1本で次はねこっちの新しい面でもう1本は削っていきます。これ1本で10本削るってなると結構大変だなっていうのをね今感じておりますね。本当に細かくちょっとずつちょっとずつ削っていく感じなので、かなり削りが難しいですね。
あ、こっち早い早い、全部シールが取れた。先端行きます。削った状態がこんな感じになっております。これを今からアセトンにつけていきます。で、まあ、こんな感じで、爪にしっかりとコットンがね当たるようにして、奥まで入れた方が安定しやすいんですけど、ちょっと奥まで入れすぎちゃうとアセトンがね随分とこう広範囲についてるので、それが不安なので、浅めにっていうのかな、浅めに入れます。このアルミホイル硬いですね。そのアセトンを染み込ませて指をつけて巻きつけます。かなりこんな感じで浮いてますね。これをね優しくウッドスティックでオフします。あ、微妙かな。で、ちょっと削ります。ジェルがかなり柔らかくなってるので、さっきと同じねスピードで削ってしまうと、意外とね地爪まで削ってたなんてこともあったりとかするので、ちょっとね意識しながら、こうファイルのね感覚なんかで今地爪かなジェルかなっていうのを確かめながら削っていくといいと思います。あー、ちょっと微妙かな。もう一回ちょっとアセトンにつけます。でもこのアセトンは優秀ですね。ちゃんと落ちますね。ちょっと中指は結構いけそうですね。もうオッケーオッケー、いけたいけた。爪の先端はねちょっと短くカットします。爪の先端もねちょっとこれで、でちょっと最後に細かい方のファイルを当てていきます。これ細かい方、細かいか、細かいと言っても傷を消せるほどの細かさじゃないって言ったら多分分かりやすいかなと思います。はい、中指こんな感じでジェルを落とすことができました。人差し指開けます。あとはねもう人差し指に全力を注いで、ちょっと残りはねウッドスティックじゃ取れないのでファイルで削って落とします。よしよし来たぞ。これいいんじゃない。長さをカットします。ちょっとあらかた大きい傷を消します。はいはいはい、オフし終わった状態はこんな感じになってます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。タイムの方なんですけれども25分16秒でした。ちょっと私的には遅かったかなっていうのを思っております。今回使用したこちらのファイルですね、なんかねシンプルに触ってみてそんなにすごい粗さが違うかって言われたらそうは感じないですね。あー、ここに書いてあるわ。ちょっと間違えてたのが、こっちが粗めでこっちが細かいよですね。